壁に貫通させた時の与えるダメージが減ったみたい。今直線に並べました。ここからハイパープレッサーを打ちたいと思います。奥の人は壁が貫通してるから、もしかしたらアップデの通りで行くと倒すのが遅れてしまう。で、こっちの手前にいる子は多分倒せる。じゃあ行きます。発射。あ、やっぱり、あ、ちょっと違う、ちょっと違う、今ちょっと違かった。じゃあ、今から一直線に続いてるタコ、そしてイカ、最後にイカ。これを一直線に倒していきたいと思います。いきまーす。発射。あ、そんな誤差ない。いくよ。1,2,3,4。あー、オッケー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 。近さによって変わったわ。もうやっぱ順番に死ぬね。壁越しに。